3月のライオン特別研究会、今週のゲストは高田京子役の有村架純です。そのお父さん役の豊川悦司です。お願いします。ありがとうございます。さて、僕神木隆之介と一緒に映画3月のライオンの魅力を研究していこうという3月のライオン特別研究会というものなんですけども、今回のテーマ家族についてのテーマなんですけども、じゃあちょっと家族、なんか今までそのまあ自分の家族と過ごしてきて、あ、これ家族ってこういうことなんだなとか、あ、家族のあったかいところ見ちゃったな、感じちゃったなっていうところとかあって、やっぱりこう、はい、なんだろう、年を取ると、はい、だんだん親に似てくる。お、うん、そうなんですね。そう、なんかすごく若い頃は父親とかすごく苦手だったんだけど、はい、だん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 その父親に似てきてるなって思う自分がなんかいるっていうか、自覚がちょっと、うちの親父が寝る時っていうのは癖なのか、必ずこう胸になんか死んだ人みたいにこうやって寝る癖がある。なんか待って、歩くんだよこうやって。でなんか俺もなんか無意識のうちに手がこうだんだん上がっていくわけよ、こう無意識のうちにあ、いけないいけないって思うんだけどだんだんやっぱり朝起きると手がここにあったりするのが、あれ、そんなところって似るんだなみたいな。あ、やっぱりあるんですね。いつもやっぱり隣に絶対似てくると思うよ。似てきますかね。お父さんも喋る人いや、これ僕母なんですよ。あ、そうか。お父さんはちょっと無口なところもあるんですけど、でもなんかあの面白いことが好きなのは一緒です。あ、そう、やっぱ子供の時はお父さんに似てるねとかって言われると、うん、って言うことが多かったですね。僕も似てくるんですかね。なんかいや、似てくると思う楽しみだなんか楽しみだな、なんかある意味物語の中ではまあそれこそ夢を持つ子供たちで、まあ、将棋がやりたい、奨励会に入っていたいと、でもそれを諦めさせる高田さんが いるって残酷でもあり、なんだろう、愛情をすごく感じる場面でもあるんですけど、やっぱり時に親は子供に夢を諦めさせるっていう時も必要だと思いますか。僕は応援する方かな、やっぱり。やっぱりねえ、頑張ってるのを、いや、お前はもう諦めた方がいいっていうのは、自分が子供の立場だったらものすごくなんか辛いと思うし、ちょっとあの高田さんはブーだね。あ、なるほど。というか、その的にはシーンとしてはすごくね、まあ、シーンとしてはね、素晴らしいシーンだと思いますけど、はい、なるほど。まあ、有村さんじゃどう説明したらいいかね、まだ子供もいないいないけど、どうでした、なんかこう自分が夢があって、まあ親っていう存在がやっぱりちょっと絶対的な存在でもあるじゃないですか。でもそれでも私は続けたい、応援してくれってなるのか、それで諦めるのかって、有村さんだったら。私はなんでってなっちゃうタイプです。ああ、なんで止めるんだと、うん、やっぱ続けたい、続けたい、はあ、そしたら応援してもらいたいですよね、やっぱね。うん、でもここだけがちょっと特殊だったりもするんですかね、あの、やっぱりね、将棋のね、世界にね、やっぱり生きてる特別な人ですから ね、お父さんがね、例もいましたしね。そうだね、なんかやっぱ環境がちょっと違ったりするんですかね。いや、でも家族っていろんなやっぱり味方といろんな家族がいるんだなっていうのは本当に思い知りました、ね、今の質問でも、おと、ここで今週はお時間がやってまいりました。早いですね、まだ大変ですよ、まだもっと喋りたいんですけどねちょっとお時間の方が、はい、本当に今回も本当ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。3月のライオン前編は、公開中でございます。3月のライオン後編は4月22日より公開となりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと最後に一緒に、はい、バイバイやってもらっていいですか。バイバイ、はい、それでは皆様、バイバイ、バイバイ若き天才プロ棋士桐山麗、戦うことでしか生きられなかった。ご飯一緒に食べていきませんか。はい、で得意だもんね、家族をめちゃめちゃに壊すのが。舐めてんじゃねえぞ。全て将棋に奪われた。勝つことだけを考えろ。後悔なんてしない。僕がついてる。最後まで諦めるな。大逆転だ。3月のライオン。